グリーンハイツハリマ、202号ですね。韓国郡ハリマ町にある、ハイツなんですけど、間取りは 3DK、キッチンが約6畳、あと、東側の洋室が、こちらも約6畳、6畳和室1間っていう間取りになってます。建物はほぼ東向き、眼下に黄瀬川という川が流れております。夕方になりますとね、よく散歩コースで人が歩いてます。非常に静かな街並みですね。ここから播磨町駅まで約徒歩、そうですね、7分から8分、JR の月山駅までは徒歩約15分というところです。洋室には収納が一間、押し入れですね、キッチン、換気扇、あと洋室ですね、こちらが6畳、照明もついてます。和室にも一間の収納が備わってます。和室ですね。景色いいですね。すごく静かです。お家賃は4万円、共益費5000円、駐車場入れましても4万5000円で、借りることができます。敷金も、約5万円と、敷金も5万円に、あ、礼金ですね、ごめんなさい。敷金は必要ありません。礼金が5万円になりますんで、播磨町でお部屋を探すんでしたら、すごく安いお値段で借りることができる物件になってます。防水板はついてないんですけど、こちらに洗濯機が1台置けるようになって、水道管も来てますね。お風呂とトイレになりますね。お風呂、トイレ、トイレは、洋式のトイレになります。当然シャワーもついてますね。紹介以上になります。